皆さんこんにちは、ピースケです。今回はピースケが過去に使っていた手帳の紹介をしていきたいと思います。最近になってほぼ日手帳を購入したんですけど、その前はこちらのファイロファックスですね。ファイロファックスのザ・オリジナルという本革仕様の手帳を使っておりました。こちらがヤフオクで購入して、お店とかで買うと大体1万5000円ぐらいなんですけども、ヤフオクで購入して4000円ぐらいで購入することができました。なかなか全体的にも高級感があっていいんですけど、何せ重たいんですよね。で、厚みが割とありまして 2.5 センチぐらいですかね、厚みがあります。で、なんといってもとても重たいので、荷物が少ない割にはとても重い荷物になってしまうので、今のほぼ日手帳に変更を考えました。ただこれツヤとか革の質感っていうのは非常に好きだったんですよね。それでは当時ファイロファックスの手帳をどんな風に使っていたかっていうのを簡単に説明していきたいと思います。それではまず最初に開けてみたところなんですけど、こちらは編集上の都合で名刺を裏にしてあります。メモの紙ですね。何か短期的に保存しておきたいものとかをこちらに入れてあります。で、ペンホルダーが2つ付属しています。こんな形ですね。こっちがメインになるのかな。こっちがメインのゴムバンド、ペンホルダー用のゴムバンドで、こちらがサブのペンホルダーになってます。で、カードケースがあるんですけど、非常に硬いですね。革の厚みが非常にあるので硬くて重たいです。順番に見ていきましょう。まずカードホルダーがあります。で、続いてプロテクター、こちら半透明のものですね。で、ファイロファックスの表紙で、かさ増し用にこんな形でノートを20枚ほど収納してあります。どうしても一番最初の方から実際に各手帳のリフィルを挟んでしまうと、どうしてもリングに干渉してしまうので、なるべくシステム手帳でいうと真ん中あたりを使いたいんですよね。全体を挟んでみた時に真ん中の方を使っていきたいので、最初の方はかさ増しになってます。で、ノートの後はこちらのマンスリーカレンダーになってます。で、続いてウィークリーが挟んであります。こんな感じでクリアの仕切りを入れてあります。マンスリー、ウィークリー、それからプロジェクト、その他って形で4つの仕切りで分けています。で、ウィークリーの後はトゥードゥですね。まあ、仕切りではプロジェクトの仕切りが入ってるんですけども、チェックリストってことでトゥードゥーリストを入れてあります。で、一回半透明のフィルムを挟んで仕切りなんですけど、これが4つ目の仕切りですね。で、そっからはまたかさ増しになってます。かさ増しなんですけど、実際こちらは使う用紙ですね。方眼用紙を20枚ほどストックしてあります。まあ、最近気になったことですよね。気になったことをまとめるのをこの1のホルダーに入れてあります。で、その他の2は読書ノートですね。読書ノートのメモを入れてあります。で、メモの後にはこんな感じでクリアのフィルムですね、上から入るようになってます。ちょっとしたメモですとか領収書、それから切手、印紙などを入れたりしてます。これがだいたい3枚ぐらいクリアフィルムが入れてあります。で、読書メモの後ろにはこんな感じで固めの仕切りですね。もうこちらは目次のタイトルのところでも紹介しました、一番最初に挟んでます。で、クリアのジッパー付きの袋があって、で、これで終わりですね。もう一回復習しますと、一番最初に名刺入れ、それからこちらの下敷き用の厚めのプラスチックですね、こちらが一番前で一番後ろについてます。で、かさ増し用のノート20枚、で、マンスリー、ウィークリー、トゥードゥーリスト、あとはその他は後ろで紙の仕切りでノートになってます。で、クリアファイルがあって、ここに手前に厚めの下敷きがありますね。で、最後にクリアポケットがあります。なんでクリアポケットをこの下敷きの前に入れないかと言いますと、まあ、実際書いてる時ですね、書いてるとき柔らかいものが下にあってしまうとか、なかなか書きづらくなってしまうので、ここはあえて後ろにしてあります。頻繁に使う穴用の補強シールですね、手帳の穴用の補強シールはこちらに収納してあります。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。